韓国が初めての国産超音速戦闘機として開発を進めている KF-21 ポラメは、2001年3月に韓国空軍士官学校の卒業式において、当時の金大中大統領によって KF-X として開発計画が発表されたよ。その後発表された初言では、乗員1名ないし2名全長 16.9 メートル全幅 11.2 メートル全高 4.7 メートルの機体で、最大積載量は 7700kg、最大離陸重量が 25600kg とされ、搭載される2機の F414GE400K によって最高速度はマッハ 1.81 時速約 2200km、巡航飛行時航続距離 2900km を発揮するらしい。今回は韓国政府がインドネシアに対して、KF21 共同開発負担金を1機差し盆減額の件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2009年には KF-X に興味を持ったインドネシアが開発費用を負担して完成後に50機を受領するとして、開発費用の2割を負担するものとして合意に達し、2010年7月15日に KF-X 生産協力にも合意して、組み立ての最終ラインをインドネシア国内にも構築してインドネシア国内で生産を実施するとされ、2010年9月にはインドネシア政府が法務担当者や航空専門家のチームを韓国に派遣するなどしていたよ。KF-21 の開発費用としては機体開発だけで8兆1000億ウォン約 8.860 億円とされ、その分担については韓国政府が6割を負担するほか、開発と製造を担当する韓国航空宇宙産業 KAI が2割、そしてインドネシアに対しては試作機と技術移転を餌として残りの2割に当たる約1兆7000億ウォン約1860億円の負担を約束させていたため、韓国政府がインドネシア政府に対してその支払いを求めていたんだ。しかしインドネシア政府はプラボ国防相が就任後に、国防予算と装備を全面的に見直すと宣言して、韓国の FX-21 よりもアメリカやヨーロッパの戦闘機に関心を示していたとされ、同国国防次官が FX-21 を採用することについて導入によってインドネシアが得られる利益は小さいと発言するなどして、これまでに6000億ウォンしか支払いをしていないらしい。またインドネシアの現地メディアはインドネシアはすでに KF-21 への関心を失っており、インドネシアが財政的に苦しんでいるとして、韓国へ開発費用の負担分の支払いを渋っているとするインドネシア軍消息筋の発言を伝えているぜ。インドネシアが KF-21 への関心を失った理由については、韓国紙世界日報の軍事専門記者などが、KF-21 のステルス性能については向上が認められず、兵器の搭載能力が貧弱であるなどの問題にまとも対処することなく開発を進めた結果であると指摘しているな。また、韓国国内では KF-21 は、韓国が初めて独自に自力で開発している本格的な戦闘機であるため、最初からアメリカの第5世代ステルス戦闘機 F-22 ラプターや F-35 ライトニング2ほどの完璧なステルス性能を期待するのは、無理なことであるかもしれないと認めた上で、インドネシアの立場を考えるならば、自国空軍が要求する水準に満たないと思われる KF-21 に貴重な国防予算を注ぎ込むことはできないであろうとの声が上がっているみたい。またステルス性能のみならず2010年代中盤に開発が始められた新しい KF-21 が、1970から1980年代に開発されたフランスの脱走製のラファールよりもミサイルなどの搭載能力において劣るほど貧弱であるとして、インドネシア政府が資金難を理由として開発費を出し渋る理由であろうとの予想を韓国メディアが報じていた矢先、韓国だけでなくフランスのメディアが、インドネシアがフランスからラファール戦闘機48機の購入を検討している可能性が高いとして報じたぜ。フランスのパルリ国防相が、出演したテレビ番組において、ラファールの売買をめぐるインドネシア政府との協議が非常に順調に進んでいるとして導入交渉が進められていることを明らかにしているほか、フランスへの訪問を繰り返しているインドネシアのプラボボ国防相もまた、その彷彿の目的がラファール購入についての話し合いではないかとの見方が出ているね。
インドネシアは2017年以降、KF21 開発予算の分担金を滞納していて、その滞納の理由が経済不調による資金難と説明してきたんだけど、その一方でフランス製の戦闘機を買うという報道が真実であるならば話の辻褄が合わないことになり、それらのことから、インドネシアはもはや、韓国との KF21 共同開発への関心が失せているのではないかとの見方が広がっているよ。KF21 は開発が発表された当初こそ、第5世代ステルス戦闘機の性能を凌駕する第6世代戦闘機となる可能性が高いと喧伝され、鳴り物入りで開発が発表されていて、韓国の中央日報が配信した記事では、KF21 のステルス性能について触れられていて、 KAI はレーダー反射断面積レーダークロスセクション RCS の解析及び試験において航空機の形状を最適化したとしていて、 RCS 低値を達成するために機体後部の2つの垂直尾翼及び水平尾翼と菱形状の主翼と空気吸入口などステルス性能を高める形状に設計したとしているんだ。しかしながら同じ韓国の中央日報では、2021年4月に実施されて KF21 の機体のお披露目をした出庫式後に、出庫されて披露された試作機1号機が、出庫式後一度分解されたことが知られて謎を呼んだのだが、その後再び組み立てられて、12月29日に KAI の格納庫から引き出されて再びお披露目されたぜ。しかし、戦術のような機体デザインへの大きな変化は見られなかったとされているな。さらにステルスに必須の内部武装クラも必要に応じて製造できるよう準備したと KAI 側が語っているのであるが、これは逆に言えば現状ではウェポンベイ内部武装クラがなく、そのためにミサイルなどは翼下など外部に装着されることになり、ステルス性能は格段に落ちるらしい。そのような状況下において、KAI は KF21 の試作機が2023年1月17日、チュンチョンナムドサチョンにある韓国空軍の基地から離陸して、韓国南方の東シナ海上4万フィート約1万2千メートルにおいて初めてマッハ 1.0 約1224km/h の音速を突破してマッハ 1.05 で飛行したんだって。KF21 は2022年7月に初飛行に成功して以来、およそ80回の飛行試験を実施して高度や速度などを確認してきたとされていたけど、これまでの飛行速度は音速以下であったとされており、日本の防衛事業庁では、今回の超音速飛行試験における成果が事実であるとするならば、KF21 の機体が音速飛行においても構造的に安定性が高いことを表しているとしているよ。しかし、KF21 について韓国側では国産開発としていることについて、軍事専門家の間では疑問の声が上がっていて、まずエンジンが国産開発されたものではなく FA-18 スーパーホーネットに搭載されているアメリカの、ジェネラルエレクトリック社製の F414GE400K が2機搭載されていることがその理由とされているみたい。また、韓国側が独自技術であるとして主張しているエーサレーダーの開発においては、イスラエルのエルタシステムズ社の支援を受けていることから、エンジンだけでなく、アビオニクスにおいてもとても国産と呼べないとの指摘が出ていて、韓国側においても自ら KF21 戦闘機のアビオニクスなどは革新部分なども含めた全ての開発において 65% を国産化したと述べて、外国からの導入が3割以上あるとしていて、国産と呼んで良い戦闘機ではないと指摘する声が上がっていたぜ。これらの KF21 にまつわる問題の多さに、インドネシア政府が開発費用分担分の支払いを拒み、1000億ウォンの減額を要求していることは十分に考えられるわけだ。そして、将来的に KF21 を輸出することでコストダウンを図りたい韓国政府は、インドネシア政府が購入契約を破棄することを恐れ、これまでに1000億ウォンを減額したことに加えてさらに1兆ウォンを減らせと主張するインドネシア政府の開発費削減提案を受け入れざるを得なくなったのではないかと見られているな。この結果、インドネシアの減額分である1兆1000億ウォン本については開発製造元の KAI と韓国政府が負担することになったのであるが、当初予測された開発費用はその後のコストダウンによって7兆6000億ウォンとなったため、韓国側の負担増は5000億ウォンになる見通しみたい。
韓国政府としては KF-21 をなんとかインドネシア空軍に導入させて、東南アジアや中東などへの売り込みに利用したい考えであり、なりふり構わず、インドネシア側の言いなりとなってでも KF-21 を購入させる構えであろうと見られているね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。